釣りバタチャンネルです。今日は亀山ダムでバス釣りをやりますよ。バス釣りは本当に心が癒されるんです。それを皆さんにお伝えしたいと思います。晩酌ムービーとしてお楽しみください。すごいよね、いいよね。黒めっちゃいっぱいあんじゃん。あの白全然ないじゃん。4台しかない。よりともレンタルボートからの出店です。この島周りを流していくよ。この辺はビルバイトが結構あるよ。あ、車の中にコーヒー忘れた。岬って釣れるイメージなんだけど、今日はどうなんだろう。そんな粘らずサクサクいくよ。濁りがすごいなぁ。水中はどうなってるんだろう。行ってこい。濁りがすごくて何も見えないよ。これはボトムは無理だね。今日はトップ系がいいのかもしれないね。GoPro ちゃん無事帰ってきたよ。フロロの8ポンドとはいえ、海釣りと違って立ち木とかいろいろあるから怖いな。緊張するな。ラインが細いから。もう一個の岬も結構釣れるイメージ。
やっぱり全然見えないね。ここの島回りをやってみるよ。ここは夏のイメージだけど、この時期はどうなんだ？天気は抜群にいいねー。癒されるでしょ。また笹川を流すよ。待望のヒット。ドライブステップ3インチ、ほぼトップで出た。濁りきついからトップがいいのかもね。見えバスがいるんだけど食わない。え？いやマジしばらく粘ったけどダメでした。いやわかんねえ、遠いからな。どう？いや、笹川をさらに上流部まで行くよ。
上流は濁りきついので引き返す。近くのワンドだよ。ここのエリアは豆バスが多いポイント。友達の間では松下ボートの豆バスポイントだから豆下って呼んでるよ。豆バス来たよ。やっぱりここは豆バス。のどかだな。嫌なこととかすべて忘れられる。フレッシュな水を求めて、香港に行くよ。手前の島の反対側で前段ができてる。右奥の人がダウンショットで爆釣してる。この岬も一級ポイント。僕はスピナベやクランクなどの巻物系での実績が高いです。というわけで、OSP のブリッツ MR を投げてます。ドライブスペックに切り替え。バス釣りは海釣りと違って山に囲まれて、静かに釣りをするスタイルだから。数釣れなくても本当に癒される。
供も女子も気軽に始められる釣りですよ。竿とリールのセットとストレートワームさえあれば釣れること間違いなし。来たか？枝かよ。いい時間になってきたので、そろそろ上がりますか。心に癒しが必要になったら、バス釣りおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。